はい、どこです。はい、どうも坂田です。今日はですね、はい、久しぶりですよ。久しぶり来ました。皆さん来てくれないから。一ヶ月ぐらいね、はい、空いてますからね。久しぶりですよ。はい。もう場が繋げなかったですよ。前回でしたよ。ありがとうございます。はい、今回ですね、また視聴者のコメントからね、コメントいただきまして、いただいてますんで、コメントやったから。覚えてます？覚えてます。パフォーマンスアップのために、はい、呼吸のプログレッションを教えてください。そういうことですね。はい。はい。HYさん。HYさん。いつもありがとうございます。はい。で、はい、まあ、呼吸動作をね、筋トレで鍛えていくっていうことではないんですけど、いろんな動きに対して、ちゃんと呼吸機能が使えるようにしていくっていうのが大事になります。要は、体に抵抗があると、呼吸によって、まあ、体に圧がかかるんですけど、圧がに、はい、抵抗のあるところに行かないので、違うところに逃げちゃうんですね。なんで、こうやって腰反ってる人って背中に抵抗が強いじゃないですか。息が入らない。はい。後方に入らないので、はい、それと、心電動作が苦手になったりとか、っていうことも起きてきます。で、そういうのを、まあ、スポーツに応用してあげる。例えば、回旋が苦手な人だったら、肋骨の動きとかを見て、どっちの方が回旋しやすいのかなとか分かるんですけど、まあ、その辺を今日は解説していこうかなと思います。なるほど、なるほど。思います。はい。はい。特に、胸郭と肋骨の動き。胸郭と肋骨ですね。はい、をメインに今回話していこうかなと思います。骨模型がね、はい、ネクスターさん、代々木店しかないです、ね。代々木店にちょっとね、はい、今は。じゃ骨山さんに行きます。骨山さんに行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。滑りました。いつも滑ってますから大丈夫ですか。はい。まず、肋骨と呼吸の関係からいきます。はい、息を吸うと、小見さん、大見さんにちょっと息吸ってもらっていいか。こうやってね、体、反り返りますよね。で、胸に空気が入ってるんですけど、この時肋骨って、こう情報回線、まあ、外線とかも言いますけど、こういう風に動いてます。ね、息が入る。吸気の状態になります。これで息を吐いてください。吐いてくると、脊柱の屈曲とともに、肋骨は下、下方回線、内線という動きをしていきます。これがまあ、大まかな呼吸の動きになります、うんうん、はい、はい、なので屈曲、伸展、ね、前屈、後屈の時って、はい、息を吸いながら後屈した方がしやすいし、息を吐きながら前屈した方がやりやすいはずです、うん、なるほど。これをあえて逆にしてみてください。あえて逆に、はい、息吐きながら伸展、吐きながら反る、ちょっとしにくいですよね。ちょっとしにくいです。 しにくい、はい、自然な動きじゃないですか。そうそうそう、はい、息吸いながら前屈しにくいわけですよね、うん、なんかこっちに行きたくなっちゃう。そう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 、はい、っていう関係性があるので、まずこれを理解してください。だからこうやっぱ運動感覚悪い人とかって、うんうんうん、多分これが自然にできないんですね。そうなんですよ、はい、前屈しましょうって言った時に普通だったら息多分普通に吐いてる、そうそう、吐いてると思うんですけど、けどちょっとそこが苦手。そうです、大体基本ストレッチってこう前屈する時息吐きながら言うじゃないですか、はい、だからあれが狂ってたりとかね、うん、するわけですよ ね。今のが大前提、大前提です、はい、でエクササイズによっては、はい、逆に使ってやる時もあるので、それはちょっと後編で話そうかなと思います、はいはい、で今回はその肋骨と呼吸、胸椎と呼吸の動きだけちょっと今日はおさらいして、はい、後編に行きます。後編ね、はい、はい、毎回ですけど、ね、毎度毎度ね、はい、出し惜しみする、出し惜しみするってやつ。はい、今度はね、前屈と後屈、屈曲伸展って、まあ、結構分かりやすいんですけど、回旋、はい、回旋ちょっとこれ分かりづらいので、はい、これ解説していきます、はい、で、回旋した時、じゃあ小見さん右回旋しましょう。はい、はい、この時に、肋骨がどうなってますか、うん、胸椎がどうなってますかっていうのが説明できないとダメです。なるほど、なるほど、はい、で、はい、右回旋する時は、はい、右の肋骨が上方回旋、外旋します。こっちに、そうそうそう、で左の肋骨は下方回旋、内旋します、はい、そうです。これが起きてないと回旋がうまくいきません。こういう感じですか。そうです、そうです、そうです。僕の手が。そうです。肋骨だとして。はい。で、胸椎は右に回ります。胸椎っていうのは、胸椎と肋骨っていうのは、こう、胸椎が2つ重なってたら、はい、この関節面のところに肋骨がつきますので、肋骨がね。そうです、そうです、そうです。はい、で、これを回旋すると、はい、要は、上側の肋骨は伸展。上側の右側に、うんうん。上側の左側は屈曲するわけです。あー、なるほど、ね。はい。ちょっとこれねじれが起きる。はいはい、まあ、この辺まで理解できるといいかな、はい、いいですね、はい、思います。じゃあ呼吸に合わせていきましょう、はい、さっき伸展の時って僕吸気と呼吸どっちって言いました。吸気、吸気ですね、はい、ということは肋骨は伸展の時は内旋ですか外旋ですか。外旋ですね、外旋ですね、はい、右外旋の時の右の肋骨って内旋でした、はい、外旋でした、外旋、外旋ですね。なんでこの時右の肋骨は外旋してるので右側が吸気になるんですね、はい、左側が呼吸、内旋の呼吸になる、呼吸、
呼吸の話で言うとこういうことです、はい、なのでちょっとやってもらいたいんですけど、はい、じゃあ回旋をしてもらって、はい、息吸うときは右側で吸うのをイメージしてください、うん、吸って吐くときは左側で吐くで肋骨下げてでするとなんとなく右側にどんどん引っ張れてきますねで右側で吸って左側で吐くどうですか、うん、なんか勝手に回旋しやすいですよね勝手に回っていく感じですねそうそうそうこれがまあ無理なく、はい、あの回旋を起こしていく、はい、でもこれに制限があるのに無理やりねじろうねじろうストレッチしようとしてもまあ要は回っちゃいけないところが回ってる可能性があるのでなるほどなるほど、はい、インスタビリティって言って不安定性を出す可能性がある、はい、幹部は被害者になるそうですそうです、はいはい、なので、まあ、特にヨガの方とかは回旋系のエクササイズ多いので、はい、この呼吸法と結構マスターしてもらえるとあの無理なく回旋が起こるしかも結構イメージだけで大丈夫です、ね、あそうですそうですイメージだけでも大丈夫なんか右のこっちで吸うんだよってこっちで吐くんだよみたいな、はい、そうそうそうまあそうっすね、はいまあ、僕ぐらい感覚がいいやつはそうですねさすが回旋を取れるでやっぱこうやって肋骨がじゃあ両方ガバッてこう開いてる人って、はい、いらっしゃいますね結構ね、うんはい、でもうず常に進展してるというか外旋してるので、はいはい、もうここからは回旋いけないわけですよね、うん、外旋していきたいのに外旋してるからあでもこういう姿勢の人はそもそも回旋出ないのであこういう姿勢で回旋がバーって出ちゃう人は、はいまあ、腰椎の回旋が出すぎるだとかする可能性があるので、ねうん、腰椎も出るので、うんはい、注意が必要ですなので前提としてはしっかり最初安静じゃ肋骨がしっかり落ちてることで息を吸った時にちゃんと外旋して息吐いた時に内旋する肋骨の可動性があること、はい回旋の時はイメージとして回旋側の肋骨が吸気非回旋側、ねはい、肋骨が呼気というイメージでやってもらうとスムーズな回旋になります、はいはい、でこれを知っておくだけで、はい、そのスポーツパフォーマンスを生きていきますよねそうですね、うんうんまあ、やっぱりスポーツはもう全てに回旋の動きが入りますからねで僕らはこのスクリーニングって言って体の大まかな動きを見るんですけど、はい、その時にこの人回旋が出ないなと思った時にパッと思い浮かぶのはあ呼吸機能どうかなっていう、はいところなのでじゃあまあそこで呼吸のエクササイズチェックしてあできてないんだったらできるようにしてで回旋もう一回見て改善してればあ呼吸の原因の回旋不全可動域制限だったんだなでそこでもし軽く変わらなかったら、はい、中和との原因なので、うん、また次は中和先のステップに進むそうそうそうという感じでエントリーポイントだったんですねそうですそうです、ね、そうそうそうエントリーポイントが言いたいだけね言いたいだけスクリーニングから始めて行かないとそうそうそうスクリーニング、ね、テストアセスメントアセスメントです、はいまあ、あの最初質問にあったようにプログレッションって言って呼吸をどんどん鍛えていくことはあんまりしないですけど、うんうん、どの方向にも動ける体っていうのを作っていきたいので、はい、今日は回旋ですけど、はいうん、スポーツの回旋すごく大事なので、大事ですね、はい、あのしっかり回旋できる肋骨の動きとかを出すエクササイズをちょっと後編でやっていこうと、はい、思います今日こんな感じですか、はいうんね、今日こんな感じでよろしいですか、はい、久々の登場ですけど久々の登場です喋って終わりだからまあそのね呼吸しやすい吸いやすいポジション吐きやすいポジションっていうのがありますよと、うんうん、はいで回旋の時は左右でその役割が違うからそれをイメージしてますよねそうですっていう感じですかね、はい、まとめますとはい、はい、っていう感じなんでまた次回はそれの、まあ、いろんな C で、はい、やっていきたいなと思いますのでまた明日も見てくださいね、はい、じゃあね